じゃあ次いきます。サード一番強かったプレイヤー抜きさん。まあこれは諸説ありますね。誰が強いかっていうのは、そのサードって本当に歴史が長すぎて、時期によって強い人が変わっていくんで、まあ抜きさんが最強やった瞬間もあると思いますね。まあトータル的に誰が一番長い歴史の中で見てた時に最強かって言ったら、まあ MOV さんが KO さんなんかなとは思うんですけど、本当にこれ諸説あるね。まあでも実績考えたらやっぱり MOV さんなんかなっていう。やっぱり、闘技優勝してる数は、まあ、取ってる優勝のやっぱ数がやっぱり尋常じゃないんで、まあ、そうなんかなっていう。でも本当にいいプレイ多いですね。うん、サードは。ニットさんとかね、結構昔の人ですけど、やっぱめちゃくちゃいいプレイしてたし、うん、いや、黒田さんも本当に強かったみたいですね。で俺もあんまり対戦したことないんですよ、黒田さんと。だから大会とかにあんまり出てなかったから、その、俺みたいな地方のプレイヤーからするとあんま分かんないんですよね。ただその、野試合の、まあその、勝率とか、そのやってることのやっぱプレーの質とかはやっぱ KO さんと黒田さんは本当にすごかったらしいね。もちろん MOV さんもすごいねんけど、俺はその、あんまり目の当たりに、まあ KO さんは結構俺対戦したことあるから、どんだけ強いか知ってんねんけど、めちゃくちゃ強かったんやけど、黒田さんは本当にほとんど対戦したことないから、いやーでももう今や、みんなもうね、なかなかサードガチではやってると思うけど、本当に個性的で面白いプレーが多かったですね。